どうも、めぐこです。糸巻き動画、アドベントカレンダーの糸巻き動画2回目です。よろしくお願いします。早速巻いていきたいと思います。はい、7日目の糸、あら、おお、面白い。いいね、いいですね。早速巻いていきたいと思います。はい、巻きまーす。今回も黙々と回していくので、音をお楽しみください。今はね、夜中にこんな音を立てて巻いていますが、家族は寝ています。私の部屋はね、1階なのでね、下の階に響くとかはないんで大丈夫です。はい、一玉できました。あら、かわいい。なんだろう、これなんていう、なんかフルーツ系の色味ですかね。フルーツ系の色具合ですね。なんて言ったらいいんだろう。なんかパイナップルとかキウイとかそんな感じの色がする色がするってなんだ、色に見える。はい、7日の糸でした。はい、次8日。お、赤だ。あれ、5日目も赤だったけど、ちょっと違うのかな。ちょっとだけ明るい赤かな。5日目の赤よりちょっと明るめの赤ですね。これもまたいいですね。クリスマスっぽい。へえ、明るい赤。あ、やばい、指切った。
あ、大丈夫大丈夫ちょっと怖い、指切りかけた今、危ない。よいしょ。実はね、あの靴下カル、今日というか、今ね、6日の朝っていうか、朝方4時過ぎなんですけど、5日のね、靴下カルのお題がまだできてなくて、そんでもう次、今日の6日のお題も出てるで、ちょっとね、間に合ってないけど、あの全然ね、無理しなくていいよっていうカルなんでね、あの後からちゃんとできる時にやりたいと思います。はい、綺麗な赤。この間のね、5日の分の巻いた5日の分の赤がすごい好きで、あの糸ね、販売してほしい販売してほしいんですよね。ウェアを編みたいなと思って。この赤もいいけどね、ちょっとあの前回の赤がすごい気に入ってます。次9日を開けます。あらー、あらー、綺麗、これすごい好き、すごい好きこれ、すごいいい、めっちゃかわいい、めっちゃかわいいわあ、巻きます、すごい、これ欲しかったやつ、これも稼いでほしい、あの 100g の稼いでほしい欲しいものがいっぱいだ。いや、めっちゃ綺麗ですね、めっちゃ綺麗です。はあ、いい色、これ嬉しいな、大当たり。
たまらん、かわいい、たまらん、いい色、すごい、わあ、これ嬉しいな、すごい嬉しいな。ソーダウォーターを編んだ時の色の緑よりもうちょっと淡く水色っぽくした感じなのかな。ねえ、すごいいい色です。欲しい。これも欲しい。欲しい。もっと欲しい。よし。次。10日目。あ、かわいい。あ、かわいい、かわいい。あ、かわいい。かわいいの来た、かわいいの来た。はい、巻きまーす。はい、巻きます。かわいい、かわいいです。はい、よし、あと2かせあと2かせ。はい、11日目ね。11日目。おお、クリスマスっぽいわ。もみの木っぽいわ。いいね、深い緑。いいですね。綺麗。さあ、巻いていきます。ライブじゃないこの動画に需要があるのかどうかっていうのをね、いつもやってるライブ配信で聞いてみたところね、見たいって言ってくれる人がいたので、なのでね、続けようと思って2回目やってるんだけど、あと2回届くんで、3回目4回目までは
やろうかなと思います。それ以降も糸を巻くときに、なんか巻くときに需要があればやろうかなって感じでね。まあ適当に喋らないで巻くだけなんだけどね。このゴリゴリ巻いている音がいいのかな。あら取れちゃった。どうかな。ただね、これをやるのにね、ここら辺を全部片付けなきゃいけないっていうね、ちょっとめんどくさい片付けてるんですよすごいごちゃごちゃなのに。はい、巻きます。もっと引っかかるな。ちょっと動く。大丈夫かな。はい、はい、濃い緑色、すごい濃い。これはいいねいいね。こういうのでつま先とかさ、かかととか編みたいな。いいね。はい、11日目がこれでした。最後、はい、12日目。あー、好きな色だ好きな色だ。これ今日のお題に、今日のお題、今日のお題じゃないわ、5日、靴下カル、気まぐれ靴下カルの、5日目のお題に使いたいですね、これね。そう。着ている服のね、色っていうやつで、私、こんな色のジーンズを履いているので、これを巻いたら即使いたいと思います。おっとっと、よし。今倒れそうになったよね。危ない。安定感が。これね、なんかすごいね、ここがね、浅いのね。浅いし、テーブルがカーブがついてるから、なんかすごい、うまく止まってなくて、不安定なんですよ実はね。だからずっとゴリゴリ回してたら外れちゃう可能性もある。怖い怖い。これでラストを巻いていきます。
はい、巻きました。綺麗な色、いいね。はい、完成です。よいしょ。ということでね、今日は糸巻き動画これで終わりにしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。バイバーイ。またねー。